はい、こんにちは、116ウィンズです。今回の動画では少し昔話をしたいなと思っていまして、こちらのウェッジ監督に関する話をしていこうと思います。ウェッジ監督は監督通算10年間で774勝を挙げた監督で、2007年インディアンスを率いていた際にはリーグの最優秀監督も受賞している名監督です。現在は彼の母校であるウィチタ州立大学の野球部のヘッドコーチを務めていまして、 MLB から離れてはしまいましたが、現在も監督業を続けている、そんな方となっています。ではなぜ今回私が突然このウェッジ監督の動画を作ったかと言いますと、ウェッジ監督は2011年から2013年までの3年間マリナーズの監督を務めていたからの他なりません。ウェッジ監督が監督に就任する直前の2010年シーズンはマリナーズが101敗に終わった年で、シーズン途中にドン若松監督が途中で解任されることがありましたので、このウェッジ監督は実質的な若松監督の後任として選ばれた監督となっています。2007年に最優秀監督に輝いたこともあって、フロントとしてはチームの立て直しにこのウェッジ監督が貢献してくれることを期待して彼を監督のポストに置いたはいいものの、ただウェッジ監督がマリナーズの監督を務めていた3年間マリナーズは全ての年において地区最下位に沈んでしまいました。この3年間の間のウェッジ監督というのは、最優秀監督にも輝いた2007年とは打って変わって、ちょっと名称ぶり、迷うと書く方の名称ですけれども、がちょっと目立つような3年間となっていましたので、今回の動画ではウェッジ監督がマリナーズの監督を務めていた3年間での名称エピソードを振り返っていきたいなと思います。はい、まず最初はアクリーボブルヘッド事件ですね。これについては以前マリナーズの名エピソードを紹介するという動画でも取り上げたものとなるんですが、2012年の6月26日のエンゼルス戦、この当時のマリナーズには2009年のドラフト全体2位指名を受け、チームの未来の看板選手として期待されていたダスティン・アクリーという選手がいまして、この選手のボブルヘッドデーだったんですね。通常ボブルヘッドデーに選ばれる選手はやっぱりチームとしても期待している選手ですとか、あるいは人気のある選手がプロモーションされる日ですので、そういった日にその本人が試合に出ないということはまずないんですけれども、ウェッジ監督はこの主役であるアクリーをベンチスタートさせてしまったんですね。球団のプロモーション戦略をぶち壊すような采配となったんですけれども、野球の観点から見てもこの試合の先発投手は右ピッチャーで、アクリーは左打者でしたので、特にわざわざベンチスタートさせる理由もありませんでしたし、しかも本拠地での試合で人気のある選手をやはりベンチスタートさせるのも普通はあまり考えられないことなんですが、ウェッジ監督はなぜかこのタイミングでアクリーをベンチスタートさせてしまいました。で、この件について記者に問われた時、ウェッジ監督はそれは知らなかったなぁと、本当なのかどうかわかりませんが答えまして、誰かが言ってくれればちゃんと入れたのにとコメントしておりました。球団のプロモーション全てを監督が把握するのは難しいとは思うんですけれども、そこはちょっと気を利かせてほしかったなぁというところが正直な感想ですね。はい、続いてはチームナンバーワン打者に代打ということで見ていきましょう。ウェッジ監督は采配の傾向として左右の相性を結構気にする監督でして、相性というよりも左ピッチャーが相手だったら右バッターを使いたいと考え、逆に右ピッチャーが相手であれば左打者を使いたいと考えるような監督でした。で、そこには選手の実力をあまり考慮していないんじゃないかと思うような采配もたまに見られまして、いわゆる左右病と揶揄されることもたびたびありました。で、2012年のマリナーズは、この年ジョン・ジェイソという左のバッターがいまして、この年 OPS8 割5分とチームナンバーワンバッターとして活躍し、この時期のマリナーズは得点数がリーグぶっちぎりの最下位と深刻な得点力不足に悩まされていたんですが、このジェイソがいたからこそ、かろうじて MLB チームとしての体を保っていました。多分。しかしそんな攻撃面でチームナンバーワンの活躍を見せていたジェイソンに対しても、ウェッジ監督は左右の相性を非常に気にしまして、6月には左投手と対戦した際にこのジェイソンに対して3回代打を送るということがありました。もちろんジェイソンは左ピッチャーを少し苦手としていますし、采配の意図自体は理解はできるんですが、ただ得点力ぶっちぎり最下位のマリナーズでジェイソンに代わるバッターが果たしていたのか、本当にその代打はジェイソン以上の期待値なのかというところが個人的には非常に疑問でした。さすがにちょっと投打の左右を気にしすぎではと思ったりもしましたね。ちなみにこのジェイソンに関連して逆バージョンのような話もありまして、ジェイソンがベンチスタートの時に試合終盤右ピッチャー相手でマリナーズが下位打線でチャンスを迎えた際、もうこれは誰がどう見てもジェイソンが代打で出てくる場面だと思っていたら、逆にジェイソンが出てこないということも一回ありまして、いやそこは左右気にしないんかいと思ったりもしました。本当にウェッジ監督の采配は飽きることのない采配でしたね。
はい、続いては3ボール4ボールということで見ていきましょう。おそらくこれがウェッジ監督の名勝エピソードの中で最もなんでこうなったのと思うような話かもしれません。2011年の7月2日のパドレス戦、この試合は投手戦となりまして、4回まで両チーム無得点で進んでいったんですが、5回の表パドレスのキャメロン・メイビンがカウント 2-2 でボールを選んで、なぜか1塁歩き出したんですね。フォアボールと勘違いして1塁歩き出したと思うんですけれども、ただこれについて誰も指摘することができず、メイビンはそのままフォアボールとなってしまって、でその後得点につながってしまったんですね。でさらに厄介なことに、この1点がこの試合の決勝点となってしまって、マリナーズは1対0でこの試合を落としてしまいました。ちなみにこの試合の敗戦投手はかのダグフィスターで、本当についてないなと思うんですけれども、本当はフォアボールじゃないはずのランナーが決勝点につながってしまいましたので、翌日ウェッジ監督は自分に責任があるとしてチームに謝罪をしました。まあこういったこと自体はたまにありますし、こういったミスが出てしまったのはまあそれはそれで仕方ないことだとは思うんですが、ただその8日後、2011年7月10日のエンゼルス戦で同じことが起きてしまうんですね。3回裏エンゼルスの攻撃で、ボビー・アブレイユが 2-1 カウントからボールを選んで、先ほどのメイビンと同様に1塁へ歩き出したんですね。このことについてマリナーズ側はまたも指摘することができず、幸いこのアブレイユが得点につながることはありませんでしたが、マリナーズ本当に大丈夫かと思われるような出来事でした。で、今回も誰も気づいていないのかと思いきや、試合後ウェッジ監督から驚きの発言が出まして、実はアブレイユのカウントがまだ3ボールであることはウェッジ監督分かっていたらしいんですね。でもそれでも良いと考えたらしく、というのもこの試合の先発は右ピッチャーのフェリックス・ヘルナンデスで、で、アブレイユは左バッターなんですけれども、無理にアブレイユと勝負するよりも、この後ろに右バッターが2人並んでいましたので、そこと対戦すれば良いと考えたそうなんですが、まあそういう考えはわかるんですけれど、8日前の謝罪は一体何だったんだと思うような出来事でした。はい、続いては17連敗ということで見ていきましょう。連敗自体はウェッジ監督だけの責任ではないんですけれど、やっぱりウェッジ監督のマリナーズ時代と聞いて真っ先に思い浮かぶのがやはりこの17連敗ですので、今回は取り上げたいなと思います。この17連敗は2011年の7月6日から26日までの21日間の連敗でして、実は先ほどのエンゼルス戦もこの連敗に含まれています。この連敗はファンをやってて一番きつかった3週間だなと思っていまして、間にオールスターの休みが入って余計に長く感じたというのもあるんですけれど、この連敗が始まる直前、マリナーズは勝率5割ちょうどにいましたので、そこから一気に崩れてしまったのがまたメンタル的にきつかったですね。連敗が始まる前は地区首位から 2.5 ゲーム差と、まあ、もしかしたらプレーオフいけるんじゃないかと期待を持てるような戦いを見せていたんですけれども、この17連敗をもってマリナーズは一気に 15.5 ゲーム差まで転落してしまいましたので、シーズンに対する希望というのはこの3週間で完全に打ち砕かれました。で、ウェッジ監督はニッチもサッチもいかなくなったのか、14連敗が決まった試合の後ヒゲを剃りまして、もうあとは神頼みだというスタンスを見せたんですけれども、その後も3連敗を喫してしまいました。いや、ヒゲ剃ってる場合かよと思ったりもしましたけれども、まあ、それだけウェッジ監督としてももう打つ手がないということだったんでしょうかね。なお、この連敗は日を追うごとに MLB 全体の注目を集めることとなりまして、当時チームの主力選手として活躍していたイチロー選手は、いやまあ面白いなと思うのは究極の下になると注目されるっていうことですねと、なかなか皮肉めいたコメントを残していました。ということで、いろいろあったウェッジ監督ですけれども、在籍した3年間すべてでチームは見事に最下位に沈んでしまいましたので、もともと3年契約だったんですけれども、チームから契約延長されることはありませんでした。ただウェッジ監督はシーズン中もたびたび契約延長を希望していまして、それこそ何度も言っていたんですけれども、ただチームとの契約延長が決まらないと決まった時に、監督を退任する際に、ウェッジ監督は地元紙でフロント批判をしてしまいます。マリナーズのフロントは機能不全に陥っている。リーダーシップに欠けるとコメントしまして、自分が監督の間にうまくいかなかったのは自分のせいではないとも捉えられるようなコメントを残していきました。もちろんこの当時のマリナーズは間違いなく戦力面でも弱かったので、チームが勝てなかったことに対する責任はウェッジ監督だけの責任ではないのは間違いないとは思うんですが、ただほんの少し前までチームとの契約延長を希望していた人が契約延長されないと分かった途端、チームに対してこういった批判コメントを残してしまうのはちょっと残念だなと思った記憶がありますね。フロントも悪かったとは思いますが、勝てなかった以上監督の契約が延長されないのもそれはそれでおかしな判断ではないと思いますので、この件についてはどっちもどっちかなと思いましたね。チームを去る時まで名勝ぶりを見せてしまったのがマリナーズ時代のウェッジ監督でした。
というところがマリナーズ時代のウェッジ監督の印象的な名勝ぶりのエピソードとなるんですが、まあ、なんだかんだ自分自身この時期が一番時間があってマリナーズ戦を毎日見ることができましたので、なんだかんだウェッジ監督時代のマリナーズにはいいかどうかはともかくとして思い出は多いですね。ウェッジ監督はマリナーズの監督を退任した後 MLB での監督職がなく、その一員となったのはマリナーズでのやらかしぶりというところもあるとは思うんですけれども、ただ現在は母校でヘッドコーチを務めているとのことですから、今後もぜひ頑張ってほしいなというところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。